矢田部篤と佐々木千明のファントレタイム。皆様はじめまして、マーケティングコンサルタントの矢田部篤です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千明です。さて、前回から始まりましたファントレタイム。このファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよという思いが詰まったタイトルになっております。大げさな意味ではなく、皆様に分かりやすく楽しんでいただけるように番組作りを目指していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今ですね、ご挨拶いただきました動画集客コンサルティング事業の第一人者のお一人として、今コンサルティング業界で注目を集めている矢田部篤さんが、トレンド研究、独自の流行ムーブメント理論、マーケティングの処方などについて、身近なテーマを扱いながら分かりやすく解説していく番組です。そして矢田部篤さんと一緒にこのファントレタイムを進行してまいります私佐々木千明も、一応マーケティング初心者代表として皆さんと一緒に勉強していければなと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マーケティングイコール難しいではなく、マーケティングというのは基本的に消費者、はい、いわゆるラジオを聴きの皆様と一緒に共存して成り立っているものだと思います。なので、肩の力を抜いて、へえ、そういうこともあるんだとか、そんなことがあるんだといったふうにですね、普段の生活の中でのマーケティングというものを考えるきっかけになっていただけたらなと思っております。はい、それではですね、まずは矢田部篤さんの略歴ご紹介させていただきたいと思います。矢田部篤さんは栃木県のご出身で、2011年東京大学大学院理学系研究科をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、海外の輸出入分野に携わられました。その後2013年にファントレ株式会社を創立、海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究し、有料顧客が自然と集まるウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで多業種にわたり約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。またですね、現在は会社経営とともに美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界ではその若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。そしてこの番組ではなかなかのイケメンであると同時にですね、お忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園への通園は欠かさない、実はイクメンでもいらっしゃることを推していきたいと思っております。恐縮いたしますが、それでは私と番組を進行してくださる女優の佐々木千明さんも自己紹介をお願いします。ありがとうございます。改めまして、私佐々木千明と申しまして、日頃はドラマや映画に出演させていただいておりますほか、現在佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめ、ここ市川うらら FM さんで言霊アラカルト、愛され召し上がれ、そしてこのファントレタイムの3番組でレギュラーパーソナリティとして出演させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず初めのコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーはこれからムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、独自のニュースソースなどからの情報に基づいた独断と偏見で今後の展開予想を分かりやすく矢田部さんにご紹介いただくコーナーとなっております。はい、はいはい、早速なんですが、最近矢田部さんが注目されていらっしゃるものについて簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日ご紹介したいのは、はい、e ラーニングというものについてご紹介したいと思っております。e ラーニングですね。はい、はい、e ラーニングというのはですね、はい、学校で、勉強したりするものが普通の、学びの場とするとですね、はい、スマートフォンやパソコンなどで動画を見たりしてですね、はい、自宅でも学べるような環境のことを e ラーニングと言います。あ、じゃあもうインターネットで、まあ、学習ができちゃうとかそういうことですよね。はい、おそういったもののことを言います。なるほどなるほど。はい、実はこの e ラーニングのこの市場といいますか、はい、e ラーニングがとても増えておりまして、はい、民間の分析会社のリポートによりますと、はい、2013年 e ラーニング市場は800億だったのが、2018年の予測では2000億にまで大きくなっていると。へー、約 2.5 倍成長している、そういった市場になります。この e ラーニングを利用されている方が成長されてるんですか。はい、 e ラーニングを利用されている方もものすごく増えていってますし、 e ラーニングを提供している会社様もそうなんですね、増えていると。
というような状況になってます。なるほど、はい、この e ラーニングの成長には理由が2つあると思っておりまして、はい、2つですね。1つ目はですね、はい、やはり2013年頃からユーザーがものすごく増えているスマートフォンとか、はい、タブレットですね、はい、それを通して簡単に家でも学習ができたりですね、移動中に勉強ができたり、うん、そういった環境が整っているので、e ラーニングを使っている人が増えたと言われております。はい、はい、もう一つがですね、はい、一方的に何か動画を配信して、はい、勉強してもらう、これが今までの e ラーニングだったんですが、最近はですね、先生と直接話をして、コーチングのような形で学習を進められる。そんなことができちゃうんですか？そうなんです。もうあとはですね、はい、チャットみたいなものを使ってですね、はい、ちょっとわからないとか、つまずいてしまったところについて先生に簡単に質問してすぐ回答が返ってくると。そういった相互のコミュニケーションもできるようになったのが、はい、e ラーニングが伸びた、そういった理由になっています。なるほど。まあ、やっぱりこうスマホとかタブレットってね、皆さんもほぼほぼお持ちの方いらし 多いですよね。もうほぼほぼ持っていらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ、スマホとかタブレットでこう、ね、全く離れた地域の人とかとお話ができちゃうということですよね。はい、まさにこの e ラーニングのすごいところがですね、はい、同じ場所にいなくても教えたり教わったりすることができるというところでして、うん、はい、私の経験になるんですけど、はい、私の お客様ですね、でトレーニングジムを岐阜で岐阜県経営している、岐阜県ですね、はい、経営している方がいらっしゃいまして、はい、その方と一緒に開発した e ラーニングがですね、スカイプもしくはそういうインターネットを使ったオンライン通信でトレーニングを見てもらうパーソナルトレーニングを指導してもらうというようなサービスがありまして、はい、これは、僕がオフィスでですね、はい、重りを持ったり、腹筋をしたり、するのをですね、カメラで映して、はい、岐阜県からそれを見ながら指導してくれると、とても面白いサービスでして。そうなんですね、はい、私がこう腹筋をしていると、はい、あと何回頑張れ頑張れ頑張れって言われるとですね、はい、やはり一人でやってるのと全然違くて、効率の良いトレーニングがプロの指導のもと、はい、オフィスもしくは自宅で受けられると、はい、そういったことが可能になります。すごいですね。やっぱりこう自分でやっててわからないことってあるけれども、すぐ聞きたいけどなかなか聞けないみたいな時代を私たちは、ね、こう過ごしてきたと思うんですけど、はい、そんな即ここがダメあそこがダメっていうのを教えてもらえるって、はい、すごい効率的だなって私なんかは感じちゃったんですけど、はい、とても効率的にできますし、岐阜県 の、そのトレーニングジムさんからしたら東京にお客様が持てると、今までは岐阜県の周りの人しか来なかったジムですけど、はい、そういった東京に、他県から東京にお客様ができたりですね、逆に東京から遠い県、遠い地方の方々をお客様にしたりすることができるというのが、この e ラーニングのとてもいいところですね。なるほど、まあ、先ほど矢田部さんがおっしゃってたように市場がどんどん伸びているという、ね、約3倍くらいはこう、ね、今伸びて市場と上がっているということを伺いまして、はい、まあ、これ例えるのであれば、はい、10日分のこうサプリだったものが1ヶ月のサプリの容量を必要としてるっていうことですよね。そうですね、うん、しかも実は私の親が65歳になるんですけど、もう今はスマホを使いこなして、タブレットを使いこなして、そういったですね、はい、今まではちょっとスマートフォンは難しいなと思ってた方がどんどんそういったスマートフォンタブレットを持ってますので、はい、学ぶ意欲はものすごくありますから、そういった方々も今後どんどん e ラーニングで新しい勉強される時代が来るのではないかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます、はい、今回はちょっと e ラーニングという、はい、システムというか学習ですかね、インターネットの学習について、ね、はい、詳しいこと、ね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、なかなか中身でこう知らなかった部分があったので、はい、具体的な、ね、こう内容エピソードを伺えてすごく勉強になった気がします。ありがとうございま す, いますぜひ注目してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんの興味関心の湧くものございましたでしょうか。このコーナー発信のものがトレンドになっていけばまさに準備室だと思います。以上トレンド準備室のコーナーでした。
おかし懐かし流行通信のコーナー。続いてのコーナーはおかし懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行や世相と比較するプチ温故知新のコーナーとなっております。それでは今回は1990年平成2年の主だった出来事から紹介させていただきます、うん、はい、まず、アニメちびまる子ちゃんが放送開始されました、はい、最高視聴率は 39.9% を記録しました。すごいですね、 39.9%、 はい、なかなか見ない数字ですねそうですね、素晴らしい。そして、綾宮文人親王がご成婚されました、秋篠宮家を創設されました、はいはい、そして大学共通一次試験を解消しまして、大学入試センター試験の第1回を実施したのもこの年だそうです。はい、ね、そして三井銀行と太陽神戸銀行が合併し、太陽神戸三井銀行が発足したんですが、まあ、後の桜銀行で、現在ですと三井住友銀行です ね、 ね、なるほど、もともとこうやって、はい、ですね。そしてまあ今の天皇陛下の即位の礼が行われました。またジャーナリストの秋山豊博さんが、ソ連のバイコヌール宇宙基地より宇宙飛行へ出発されまして、うん、日本人初の宇宙飛行士となったのもこの年だそうです、はいはい、そして、世界では東西ドイツが統一されました、はいはい、では続きましては1990年の日経ヒット番付に沿ってお話ししていきたいと思います。はい、はい、1990年ということで、私たちはだいたい6歳6歳ぐらいですね、小学校に入ったかなぐらいの、そうですね、まだまだ幼い時ではあるんですが、はい、まず1990年、横綱からちょっと小結びご紹介していこうかなと思うんですけども、はい、エコロジー商品、うん、いわゆるエコですね、エコですね、はい、エコはそうですね、よく知ってますけど、エコロジー、はい、エコロジー、はい、この辺りからエコ商品というものが、うんうんうん、はい、すごく浸透し始めたようです、はいはい、で続いてファジー家電、うん、ご存知ですか。ファジー家電、ちょっと馴染みのない言葉ですねそうですよね、はい、あの本当になんか考える家電みたいな、今で言う AI みたいなイメージですね。あ、多分そうだったんですよね、きっとね、その時はね、はい、そこのところからもそういうのがあったんです ね、 ね、面白いですね、うん、であとはちびまる子ちゃん、はい、はい、ちびまる子ちゃんはご覧になってました。そうですね、やっぱりちびまる子ちゃん、これは毎週見ていたような気がしますね。そうですか、はい、ね、なんとなくこう、まあ、よく学校でもあるようなことをですね、はいはい、ちょっとこう皮肉った感じでそうなんですよやるのが毎回面白かったですね、はい、あの小学校3年生の、まあね、ちびまる子ちゃん、小学校3年、ずっと小学校3年生なんですけど、そんな目線を持っていたのかという、ね、同じ年の時はうんうんって思いながら見てましたし、大人になってからもね、はい、やっぱりあ、そういうこと考えてるよね子供でてっていう、なんかすごいそういう面白いっていうのがやっぱ、ね、おじいちゃんおばあちゃんもそうですよね、おじいちゃんおばあちゃんも入ってね、家族全員でやってる、すごいね、これは好きでしたね、はい、はい、で続いて海外旅行、はい、はい、なんとこの年1000万人の大台を突破したそうです。なるほど、うん、そして、一番搾りキリンビールさんが出されました。もう当たり前のようにありますからね、はい、一番搾りといったら、そうですね、この頃に出てそこからずっと大ヒットしてると、はい、うん、そういうことですよね、素晴らしいですね、すごいですね、はい、はい、で続いて BS チューナー内蔵テレビ、うん、はい、これはもう、ね、BS といったらもう普通にね、はい、ありますが、この頃はとても貴重なものだったということで、うん、そうですね、私も BS、はい、で家で見られたんですけど、なんかそのアンテナみたいなありましたね、ありましたよね、ありましたね、設置しないと見れないイメージだったんですね、ちょっと電波のひどころに設置しておりましたね、そうです、そうです、ね、この頃きっと高かったんでしょうね、高かったんでしょう ね、 ね、ということで、まあ、横綱から小結びを、はい、まあね、ご紹介といいますか、はい、させていただきました。で次に、まあ、前頭というところで、うん、水族館、はい、ブームだったそうです。あ、水族館ブームこの頃になったんですね。そうなんですね、行きましたね水族館は、ね、行きましたよね、あ、この頃に流行って、はい、なるほど、うん、あとは、
まあ、デザートとかで言うと今は当たり前ですがティラミス。ティラミス、はい、はい、それまでなかったんですね逆に言うと。ね、なんかずっと昔から日本にもねあるようなイメージなんですけど、はい、ね、確かにこの年から爆発的にティラミスがなかった時代にもしティラミスが出てきたらそれはもうびっくりしますよね、はい、そうですよね、美味しいですし、おしゃれですしそうですよね、はい、皆さんが行ったんでしょうねティラミスを食べに、でしょうね、あとは、スーパーファミコン、はい、ゲームされました。はい、実はもうスーパーファミコンはもう確かにこの頃ですね、はい、私もおじがいまして、もう小さい頃からおじがもうスーパーファミコンやっていたので、はい、ちょっと教えてもらったらハマってしまいましてそれを見た、はい、やはりお母さんがですね、はい、あんまりゲームをするんじゃないということで、最後はスーパーファミコンを、はい、外に隠して家の外の自転車置き場に隠してやらせないようにしたという。なるほど、なかなかと思い出深いですねスーパーファミコンは。それくらいねあのやり込んでしまうんですよねスーパーファミコン ね、いろんなゲームやりましたよ、はい、難しいなという感じです。あとはですねあの音楽結構矢田部さんお好きかなと思うんですけど、はい、この時の、まあ、1980年、あ、ごめんなさい、この時代ですね1990年のヒットシングル、はい、まあ、トップ10ということで、うん、まあ、1位は、まあ、ビビークイーンズの踊るポンポコリン、これは先ほどのジムの子ちゃんの、はい、そうです、エンディングテーマでしたね。確かにもう何回も聞きますし今でもよく聞きますけど、はいはい、1位になるぐらいすごかったんですね。本当にいろんな方がね買われたんでしょうね。大好きですね。今はもううちの娘でも歌います。そうなんですよね、すごいですね。本当にちくまる子ちゃん年代を問わずちゃんと歌も浸透してるというね、大ヒットですね。そして、まあ2位がコメコメクラブさんでロマン飛行、これもよく聞きますね。ねえ、あのこうステージでテレビ見ながらね、はい、ステージきらびやかに踊ってる姿を、ね、歌ってる姿を見てコメコメ、ね、かっこいいなって思ってましたね。はい、はい、で次がまあ3位でリンドバーグさんで今すぐキスミ、あ、これも、はい、サビの部分はね、はい、そうです、聞いたことありますね。サビの部分はちょっと歌えたりするかなということで、はい、はい、音楽シングルもねちょっと今トップ10ではなくトップ3までちょっとね、うん、ご紹介させていただいたんですけれども、うん、またこれまた少しずつそうですね、はい、年を重ねていくので、うんうんうん、分かること、あ、知ってる知ってるが増えてきましたね。どん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 ね、はい、ありますね。とても楽しみですね、はい、次回もねぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、以上お菓子懐かし流行通信のコーナーでした。改めまして先月から始まりました新番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種ということで、このコーナーでは矢田部さんが経営されていらっしゃるファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてきた各業種の成功例や自社で運営管理している保育園の特色などをリポートしていただこうと思っております。まず今回はファントレさんが経営なさっていらっしゃる保育園についてご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。弊社で運営している保育園はですね、はい、輝きベビー保育園という保育園です。はい、で江戸川区の、はい、都営新宿線の、水江駅と篠崎駅に1円ずつ、はい、合計2円運営しておりまして、はい、そういった保育園でテーマはですね、はい、なるべくあの子供のことを叱らずにですね、はい、子供の才能であったりやりたいというのを引き出す、子供はみんな天才だからそれを守って引き出していこうというようなテーマで保育園を運営しております。へー、すごいテーマですね。はい、あ、なるほど、ありがとうございます。まあ、あのこの運営とか、はい、こう経営することになった何か経緯とかきっかけっていうのはあるんですか。はい、実はですね、はい、私の会社自体でですね、何でもやりたいことをは天井をかけずに挑戦してみようというそういった、はい、社員の理念みたいなものがありまして、はい、その中でやりたいことをどんどん口に出して、うん、絶対それは叶うからやってみようといったところで社員一人はですね、はい、自分の子供が生まれて、はい、その子供のために保育園を作りたいと、うん、手を挙げてですね、はい、おおっとびっくりしたんですけど、はい、そこからですね本気度を確認して事業計画をしっかり立ててですね、じゃあそれを言った手前僕がそこでダメだというわけにもいかないと、はい、じゃあやってみようということで始まったのが保育園でした。え、そうなんですか。はい、もうその社員さんの言葉一つから
保育園というのが。そうですね、生まれました。すごいですね、はい。でもその後ですね、はい、うちの保育園少し保育士さんの給料を上げて、はい、で、まあ、そういったしっかりした理念を打ち出したところですね、保育士求人の4倍の応募があったということで。すごい倍率じゃないですか。はい、これはもう保育園業界ではすごい珍しかったので、はい、ワールドビジネスサテライトさんなどにね、はい、取り上げていただきまして、はい、保育士が集まる保育園ということで、紹介してくださっています。そうなんですね。いや、なかなか、ね、その4倍という数字は驚きました。はい、皆さん保育士の皆さんもですね、はい、子どものためにやっぱりできることをやりたいという、だけど保育のやり方によってはやっぱり厳しくしなくちゃいけなかったり、ダメと言わなくちゃいけなかったりということにジレンマを感じている保育士さんがですね、はい、ここなら子どもたちに、の才能を伸ばせるということでですね、はい、集まってきてくれている、そういった保育園になっております。なるほど。じゃあもうぜひね、リスナーの方で気になられてる方とかもいらっしゃるかもしれませんので、はい、なんて検索をすればよろしいんでしょうか。はい、輝きベビー保育園水江、もしくはですね、輝きベビー、はい、ベビー保育園篠崎で検索していただきますと保育園が出てきますので、はい、ぜひ見てみてください。皆様よろしくお願いいたします。素敵な保育園なんだろうなというふうに伺って、まあ、聞いていてそういうふうに感じました。ありがとうございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さんお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん、今回はいかがでしたでしょうか。はい、今回はですね、緊張はしたんですが、だいぶ楽しんで、お話できたかなと思っています。次回も楽しみです。はい、そしてですね、番組ではですね、お聞きの皆様のご感想、そしてご意見、ぜひぜひお送りいただければとね、はい、思いますので、お願いします。宛先の方お伝えいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、大文字のアルファベットで FUNTRE そして TIME ですね、ファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。